めちゃめちゃ大きいですね。めちゃめちゃ大きい。私もこんなの大きいのやるの久しぶりだ。やったことないかもしれない。ないな。すごい。でも売り切れちゃってるんですね。え？売り切れたんですね、全部。そうそう、今日はね、銀座のお寿司屋さんが2軒も。あっ。みんな見ていくよね、こんな大きいと。知り合いのお店が30キロのマグロの解体ショーをやって、うん、食べ放題で500円でやってるの。安い。めっちゃ安いですよね。すごいですね。ね。食べ放題500円はめっちゃ安いですよね。安いですよね、うん、30キロでも結構高いですよね。そう、本マグロ。あ、本マグロ。本マグロで、うん、すごい。銀座のお店なんですよ。うん、何の銀座のお店。銀座のお店、うん、偉い、頑張ってる。確かに、うん、お客さんがね、よ呼ぶのも今ちょっと大変な状態ですから、うんすごい。でも140キロだとすごい値段ですよね。うん、もう自動車ですね。確かに。すごいいい時間に来た。さんが食べるんですか。はい、カツレツにしようと思って。え、カツレツ。あ、すごい。大間のマグロのここに来る。そうですよね、もったいないから贅沢ですよ。いや、いいですよ。お好きな方法で食べてください。でもここに行くってやっぱ焼くんですよね。ちょっとね、焼いたりした方がいい。あとは両面を炙って、うんうん、なんかちょっと半生みたいな感じでも美味しいです。炙った方がいいよね。じゃあなんかもったいない気がしてきた。炙ってね、うん、塩、まあ、普通に塩焼きでもいいし、うん、あと生姜醤油につけて焼いても美味しいし、うん、この両面をね、うん、炙って玉ねぎのスライスと、うん、ポン酢、うん、カツオのたたきみたいにして、ね、美味しそう。やっぱり一番好きな魚はマグロです。マグロです。マグロが一番好きな魚なんですか？私、うん、そうそう、マグロ一番好き。魚の中はマグロが一番。ね、やっぱりそのほほ肉も普通のより全然大きいですか？そのほほ肉も全然大きいね。全然でっかいね。全然でっかいですよね。私こんな大きいほほ肉取ったことない。すごーい。これ140キロ。ねえ。今日は大間の。これでいくらぐらい？すごい、ありがとうございます。ちょっと、あ、すごい、ありがとうございます。
じゃ
ゃじゃーん、こみます、あつんで刺身、オムサトマルコンセルベーサフライ、エチゴビア、エチゴビア、エチゴシウニフカで新潟、セケダで新潟、イエステセルベーサムイフのパモソイ、オムサトマルイエステディブホでドラゴンボール、うん、ケボニート、ええ、無名なコラボラシオン、あー、いかいそー、セルベッサー IPA IPA エステ、あ、え、え、エステ、あっとん、セティエネシエントクアレンタキログラムで、あっとんで、オーマエスムイマスファモソイマスカロでハポンエセアトゥンのここ、落ち着オフサコメルコンエセごちそう、これでかい結構ニートエステスコロレス、え、いただきます、ベンプロベチョ、うん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 、あ、そこに飲みます、エステエステフィレスコ、うん、うん、クリスマスマムス、うん、うん、うん、ノルマルメンテエステパルテセコシーナペロエスムイフレスコイセペレコメルコン刺身、おいしい、うん、こみょうが、うん、今回はね、うん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 、エスブエニッシモ、ブエニッシモであったの、おいしいよ、うん、